コン番長です。パパスです。今日は NQR81 エルフさんですねのエアーエレメントかな、エアフィルターか申し訳エアフィルターの交換方法を社長にやっていってもらいたいと思います。最近トラックも多なってきたからな、ちょっとだけ覚えたけどまだまだやな。部品名間違えたあの指摘来るんで違いますってもう場所から行く、はい、ちょっと、うん、上げんでもいいけど、はい、ちょっと寝転がって、はい、社長は寝た。助手席のこのヘッドライトの下、このヘッドライトの下、うん、下な、うん、って、これがまあ全体になってる見えんねんけど、はい、実はこの丸い肩ついてるやん、ここがフィルターやから。ほんまやついてる。とりあえず、はい、このパチパチある、うん、見えてる。4箇所ある、はい、これ裏もある、うん、よいしょ、あ、ほんまやあった、うん、これですね。手間前からいったらちょっとこの裏が見にくいから、はい、で、ちょっとカポッとな、恐る恐る言うてガバッ詰まってる場合があるからそういうこと、うんうん、で、これが抜く、これはい、で、わお、裏は持ってないけど、あるやつがある場合は結構あるから、はい、だからこう外した通りに置いといて、はい、で、ここがはい、この周り、うん、清掃ねはい、ちょっと拭いてみて、うん、拭いてみて、前すごかったやん、テイ先生とやった時も、これちょっと、こんな、うえ、カスだな砂これって大体ほこりやな、ほこり、うん、なんかやっぱトラックって工事の人とか多いやんか、うん、だから砂とかになるのかな思ったったけど、こんなこともないねんな。ちょパタパタってしながらね社長顔がめっちゃ落ちてくる、違う、すごいわ、落ちてきてるわ、服も汚れてるまあこの車はここの通路だけ、はい、きれかったの、きれかったら、まあ、あとはこのゴミが詰まらせてくれるけど、ある程度は取っとかんと、はい、そういうことね、うん、これで、うん、あとは新しいの、え、全然色ちゃうやん、やばこれ前もびっくりしたけど、はい、これね、何式言うんかな、乾式と湿式言うかな、ちょっと湿ってるやつと、うん、カラッとしたやつ、もうカラッとしたやつの方がええと思う、へ、ね、もう泥がつくやろ、うん、すごい、え、この網網カラッとしてる方がエアで拭いて清掃したりもできるから、そういうことね、うん、うん、全部吸うちゃうんや、そうへえー、でこっちはあんまり触らん方がいいわ、うんな、こっちの車体側は、こいつはエアで拭いた方がいいな、はーい、いつもはさきちゃんのお尻やけど、今日は社長のお尻。さきちゃんケツあれ。何の時やったっけ？動画で撮られる。撮れる。撮れるわ。失礼。では新しい部品につけていきまーす。まあ一緒やねんな、上下はな。うん、はい。うん。差し込んで。で、まあこれ見てもらったら分かるよ。うん。ああ、角が切っ。うん、切れてあるところがあるねんな、これやはい、何これ書いてあるよ、お前おんし、え、じゃ、湿式を使わないでください、ほんまや、今俺が言うた通りや、乾式エレメントを使用してください、やってドロドロなって詰まるから、ほう、正解やろ、ほう、俺湿式入ったと思う、あの乾式入れんねや、へー、清掃できるよ、ね、うん、
あらすごいです。でまあこの、はい、これは言わんでも分かるやろな。私も分かったから大丈夫だと思う、うん、でグッと、はい、上に差し込んでこの下に差し込むような感じで、はい、まあ、入った感覚で、うん、閉まるな、ちゃんとな、もう確認してもらうしか、はい、こんなと入られへんからな。何やったいつもちゃんとミクロマンや社長のやつ何やったかな思ってたミクロマンや、まあ、エレメントにも書いてるように鑑識を入れてくださいいうことやな。すごいね、ほんま書いてあんねや、こっちには書いてあんの鑑識とか。鑑識やで、鑑識で注文してるから。いや、そうやけどさ、そこには書いてないか。書いてると思うけどな、どっかに。いつもな、うちら、うん、あの、うん、確実なところから書くあるやけど、うんうん、まあまあ自分で買い張る人とかはね注意して見てください、うん、まあ注意せんでも買い取った蓋を見てくださいでは よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。